よう、こんにちは、こんばんは。いつ見てるかわからないから挨拶全部。おととい超人オリンピックの夢を見たのです。私、子供の頃から大好きな超人がいるのです。今日は仕事も早く終わったので一人で超人ごっこをしていました。それで大好きな超人になりきったのです。恥ずかしいけど、あなたには報告しておきたくて。ごめんね、ブロッケンマン。